これでもまあ大丈夫っしょ。これえー、これこれえー、嘘これよ。わこれすごい。はい、じゃあこれがね期待値ガラスの色の変わるグラス。しかも、はい、液垂れしない写真ですね。そうですね。今日売れますね、これは。で今蛍光灯下なんだけど、はい、右側がやや黄緑でこっちが水色っぽく見えるね。でここでじゃあ太陽光に近い点火光を、はい、いきます。そうするとこっちはもう劇的に紫より紫、こっちは多分オレンジがかったんじゃない。でもだいぶオレンジっぽくない。このこっちは蛍光灯切ってみる。うん、これ切ってみる。これが蛍光灯色ね、はい、じゃあもう一回いきます。はい、実は上が蛍光灯ついてるから、あだから多分ここが緑っぽく見えるんじゃない。これ消してこれだけだったらちょっと今消してるか。これこれをこっち切り替えればいいのか、はい、こう来てでこっち消すと、あでもちょっと残ります。違うな、やっぱちょっとこれどういうことやってさ、 LED だからか。あじゃあこっちの上の蛍光灯はまた違うんだ。じゃあそれを同時にやればいいんだね。あよくなった。もう一回ちゃんと見える。でこっちもつけるともっと色濃くなります、ね。 あ、すごい鮮やかですよ。鮮やか。はい、もう一回。せーの。あ、鮮やか。あ、これできない。あ、すごいね。LED だとこの、あ、さっきの色か。はい。蛍光灯だとこの。大丈夫でしょ。これ、嘘これよ。あ、これすごい。はい、じゃあこれで今水入ってるんだけど、はい、水なしバージョンをやるわけね。じゃあここから、はい、水を吸いに行きます。はい、失礼します。はい、じゃあ水なしバージョン、ちょっと行きます。やっぱぼやっとするよね。なんか色味も薄く感じますけど、うん、OK 水なしバージョン、いいよ。はい、勝ちだ。おお。あでもやっぱりぼやっとしてるね、さっきよりね。下の方しか色がつかない。上まで見えないですもん、うん。じゃあそんな感じだね。はい、オッケー。オッケー。